どうも、阪神タイガース応援チャンネルのケンタムです。よろしくお願いします。さて本日はですね、6月10日、阪神 VS 日本ハムの試合について語っていきたいと思います。というわけで結果は、阪神勝ちました !3 連勝。あーよかったー。 ね、えー、っと、まあ、2連勝という時点でね、まあ、昨日の時点で、ま、あ久々の連勝というところで、わーいっていう風に言ってたんですけども、えー、3連勝。もう久々ですね。ほんま、いい感じで勝ててるっていうのがね、ほんまにいい感じじゃないでしょうか。もういい感じとしか言いようないですね。うんまあ先発アルカンタラ投手がね、その、まあ、怪我、ま、あ大きな怪我というわけではなさそうなので、大丈夫だとは思いますが、 まあ、途中交代になってしまったところぐらいかな。ちょっと残念って思ったのはまあ、それ以外に関してはまあ細々とした部分はあるかもしれないんですけども、まあまあしっかりと勝ち切れて良かったんじゃないかなと思っております。というわけで、本日のスタメンオーダーから見ていきましょう。1番センター近松選手2番ショート中野選手3番指名打者マルテ選手4番サード大山選手5番ライト佐藤選手6番ファーストサンズ選手7番レフト小野寺選手8番セカンド北条選手9番キャッチャー梅野選手ですね。先発ピッチャーがアルカンタラ選手になっております。そして。 チームのオーダーがこちらになっておりますというわけで打撃陣から見ていきましょうし近本選手ですね3打数1安打1打点1本塁打1ファーボールですセカンドゴロファーストライナーファーボールライトへのソロホームランピッチャーへの送りバントですねえー、っとファーストライナーも、まあ、そこまで特別悪いという感じではなかったですしファーボール出塁してくれてというところあったのでねまあ、基本的には近本選手らしさというところはしっかり発揮してくれてるんじゃないかなと思います、えー、ホームランも初級振りに行ってと インコースのね、割と難しいボールだと思うんですけども、あそこ思いっきり引っ張ってね、ライトスタンド叩き込むってやっぱすごいね。しかもこの札幌ドームで一本も出てなかったよな、この3試合で。えー、初ホームランが、えー、近本選手素晴らしいと思います。えー、5打席目のね、まあ送りバントという形にはなったんですけども、セーフティー、んーまあセーフやと思うんやけどなぁと思うんですけど、まあまあこればっかりはね、えー、まあ、審判さんの判断というところにはなっております。 はい、続いて中野選手です。4打数2安打1打点1デッドボール1三振2盗塁です。三振センターへのヒット、ライティのタイムリーヒット、デッドボールサードのエラーですね。えー、っと、ヒット打って盗塁して、ヒット打ってタイムリーになって、デッドボールで出塁して盗塁して。いやー、早っ。<laughs> すごいね。えー、もうほんま凄す,すぎるわ。もうどん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 走ってくれてるよな。 ま、近本選手がね、ここ最近走ってないというところで、ま、僕は不満げにずっと語り続けてるんですけども、え、中野選手がね、え、ま、出塁したら勝手に走ってくれてるので、え、マルちゃんはね、すごくやりやすいと思いますね。うん、だって、その、 ちょっととりあえず耐久しとけば、得点圏勝手に進んでくれるみたいな感じになってるので、まあ、そこにね、加えて近本選手も、得点圏に進むような、まあ、普通にね、そのバッティングで2ベースとか3ベースって言ってくれたら、ま、それでいいんですけども、で、盗塁仕掛けててもらったら、まあ、中野選手でも普通にタイムリーになるかもしれへんし、ね、チャンスがどん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 繋がっていくので、まあ、近本選手にはもっともっと走っていただきたいなというところと、え、中野選手ほんま素晴らしいですね。今日で12個目ですかえ、塩見選手も確か、 えー、昨日かまあ、今日なのかちょっとわからないんですけど12個目決めてたんで、えー、セリーグのトップタイという感じになっておりますはい続いてマルテ選手です4打数2安打1ファーボールですレフトフライレフテーのヒットファーボールライトフライレフテツーの2ベースヒットですねえっとねマルちゃんもいいね ま、しっかりとマルちゃんらしさの出てるヒットっていうのが日本生まれて、フォアボールもしっかり選んでくれて、ライトフライ、4打席目のライトフライなんですけども、ここ、完全に待ってましたね。中野選手走るかな走らへんかなっていう感じで待ってましたね。で、待ってたら走ってくれて。ま、結果的にはマルちゃんタイムリーという形にはならなかったですけども、ね、え、ま、こういう風にね、マルテ選手は、ま、ボール球振らへんし、で、ま、甘いところ来たら自分で仕留めてくれるので、 まあまあ、1、2番っていうところはすごく走りやすいですよね。その、糸原選手帰ってきて、その2番バッター糸原っていうところがやっぱりね、座りがいいんですけども、その、どん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 走らせるぞっていう意味であれば、まあ、1、2番これも面白いのかなと思ったりします。まあ、中野選手に対して一言言うのであれば、まあ、チームバッティングという点においては、正直まだわからん。<laughs> いや、マジで。 そんなに、そのチームバッティングっていう感じな印象はあんまりないというね。その、まあ別に悪いっていうわけではないんですけども、まあこれずっと言い続けてるんですけども、ヒット打ってこいって言ったら、はーいっつって、ヒット打ってくれる。 で、走ってこいってなったら、走ってくれるっていう感じなので。まあまあ、チームバッティングという点においては分からんけども、3番マルテっていうところをね、しっかり座ってくれてるので、マルちゃんもやりやすいと思うし、中野選手も走りやすいっていうところですね。マルテ選手がね、初めての指名打者というところでね、まあちょっと休まってもらったらいいなという感じですね。 はい、続いて大山選手です。5打数無安打2三振です。三振、セカンドフライ、ファーストへのファールフライ、ライトフライ三振ですね。えー、大山選手に決めていただきたかったところが少なからず、えー、1個、2個、3個。まあ、得点圏で打てなかったという感じですね。まあまあ、それはね、全部の場面で絶対に打てようというわけではないですけども、まあ、今日はね、1本欲しかったなという感じです。まあ、昨日ね、割といい形で打ててただけに、まあ、今日1本欲しかったなというふうには思ったりします。 はい、続いては佐藤選手です。4打数1安打1三振です。三振キャッチャーへのファールフライ、センターフライ、ライティーのツーベースヒットですね。えー、っと、ま、高めのボールを振ってしまう。まあ、あの、佐藤くんらしいと言えばそうですね。えー、キャッチャーへのファールフライ、センターフライという形にはなってるんですけども、個人的にですよ。まあ、その、大きく見たらそんなに変わってないんですけども、この2打席目、3打席目っていうのは、ちょっとだけなんか変わってるような気がした。まあ、対応しようという形に見えた。 佐藤くんらしいフルスイングをしてやろうという気持ちがちょっと離れてた気がする。まあまあそれがね、多分レベルアップにつながっていくと思うんですけども、個人的にそう見えたというだけです。えー、そして4打席目、ライトへツ2ベースヒット。まあ、あのコースで打って、あの打球飛ぶんやな。えぐすぎ。マジでびっくりした。ファーストの高浜選手やったかな。全く反応できてなかったような感じでしたね。えー、素晴らしいと思います。 はい、続いてサンズ選手です。4打数2安打1打点1三振1盗塁です。センターへのヒット三振、ピッチャーライナー、センターへのタイムリーヒットですね。えー、サンズ選手の何がいいかって、やっぱりセンターから逆方向意識というところがね、すごく結果に結びついてますよね。まあ、1打席目しっかりとセンター方向、えー、3打席目ピッチャーライナー、まあ、取れてなかったら、 もう完全に抜けてたような当たりなので、もう本当に素晴らしい当たりでした。えー、4打席目戦隊のタイムリーヒット。ここでね、もう1点欲しいなという場面でしっかりと打ってくれました。さすがサンズ選手というところです。えー、しかも、盗塁も決めてくれましたね。まあ、相手がね、完全に無警戒だったところを、もうしっかり決めてくれたという部分もあるんですけども、やっぱり走塁の意識高いっていうのはね、やっぱり素晴らしいですね。あと一つ気になったのは、まあ、別に悪い意味ではなくて、ファーストの守備。まあ、無難にこなしてくれてましたし、もっともっと言うのであれば、ファインプレイもね、2つほどあったのでね。 いい感じですね。まあまあ、いろいろ試してるっていうところがね、この段階でできてるっていうのは、ほんまにね、阪神タイガースの状態の良さっていう感じですね。はい、続いては小野寺選手です。3打数1安打2三振です。三振センターへのヒット三振という感じです。とりあえず1安打、え、プロ初ヒット生まれてよかったねっていう感じですかね。えー、次回にね、また、その、得点という打点というところが上がればなという感じです。 はい、続いて、北条選手です。3打数無案内1閉殺です。ショートゴロ、セカンドへの閉殺だ。セカンドフライですね。2打席目、閉殺だ。これはね、飛んだ場所が悪かった。うんまあ、これはね、もう完全に右方向と、ランナーを最低でも2塁に進めようという感じだね。あの、もう完全にそれが思えたので、まあ、飛んだ場所が悪かった。まあ、もっとね、1、2塁間をっていう感じではあるんですけども、まあ、意識的にはすごくいいものがあったので、まあ、ら攻める部分はないと思います。 はい、続いては梅野選手です。4打数2安打1三振1通りです。センターフライセンターにヒット三振ショートへの内野安打ですね。うん、あのね、ヒットを久々に打ったわっていう風に見て。 またここから柔軟座席開くんかなと思ったらね、えー、もう執念の内野安打、素晴らしかったですね。ヘッドスライディング。まあね、その昨今のこのプロ野球界では、ちょっとヘッドスライディングというところがね、怪我につながってるというところだけが怖いんですけども、まあとりあえずなんともなさそうだったので、えー、よかったんじゃないかなと思っております。はい、続いて糸井選手です。1打数無安打です。サードへのファールフライですね。えー、こちらにおいては次回行きたいです。はい、最後ですね、木波選手です。1打数無安打、1三振です。三振ですね。えー、こちらにおいても次回行きたい。 うん。ま、あの、ほんまに頑張ろうっていう感じですね。じゃあ、投手陣見ていきましょう。本日投手、アルカンタラ投手、ババ投手、藤波投手、スワレス投手ですね。アルカンタラ投手ですね。6回と3分の0を投げて78球、3安打3三振1フォアボール無失点です。えっと、ね、その、まあ、一番最初に言った通り、打球が左のすねあたり、右やったかな。まあ、あの、当たってしまって、すごくね、ちょっと痛がってて、と。まあ、一回ベンチ裏入って、んどうなるかなと思ってたらね。 まあまあ残念ながら交代と。でもね、今回めちゃめちゃ良かったですね。その中継ぎ歩かんたらどうやっていう話も上がってましたし、まあ、実際僕が思うに全然悪くはないんですけども、まあどっかでね、あの、必ずもう一回先発登板があると。まあ今日でしたね。まあ結果残してくれたので、まあおそらくね、中継ぎにはならないでしょうという感じですね。六、えー、6回と3分の0、七、えー、78球。 まあまあ、その、言ってしまえば、関東、完風ペースぐらいまであったので、まあまあ、次回にはね、もっともっと期待できると思います。ただ、一つだけ、その、もう一つっていうのは、緩急欲しいよな、とは思う。まあ、基本的には、まあ、スプリット、チェンジアップ、スライダー、ストレート、まあ、ガンガンストレートで押せるんですけども、ここに緩急が加わると、 まあ、チェンジアップでね、一応、その、緩急という風うには思えるのかもしれないですけど、まあ、基本的にはあれは緩急ではないという風うに個人的には考えてますので、まあ、カーブでもあればなぁとは思ったりします。はい、続いてバ、バア選手です。1回投げて16球、2安打1ファーボール1失点です。で、緊急当番という中で、まあ、最小失点で抑えられたのは、ま、あま、あ良かったんじゃないかなとは、個人的には考えてます。まあね、その、いきなり出てきて、で、まあ、抑えて、 そのランナーなしにしてからフォアボールっていうのは、ま、言うてしまえばもったいなかったんですけども、ま、それにしたってね、緊急登板でこれっていうのであれば、何ら問題ないのかなと個人的には思ってます。はい、続いては藤波選手です。1回投げて13球無安打に三振無失点です。ほんまね、もう、完全に見下ろしてるっていう感じなピッチングでしたね。 え、これで3試合目ですか。えー、中継ぎ登板で。まあ、ゼロ0が続いてますね。うん。まあまあまあ、その、中継ぎ適正が S とかさ、まあ中継ぎの方が輝くとかさ、まあいろいろ言われてますけど、まあフォアボール出たらわからんで、とかっていうね、えー、怖さは。まあ僕の中では未だに拭いきれてないので、まあとりあえず3試合0。えー、本当に素晴らしい内容できてるので、えー、次回の登板にも期待しております。 はい、続いてはスワレス投手です。1回投げて16球、2安打、1フォアボール、1失点です。え、まあ今日ね、その、最初投げた時点から見るからに悪いなと。まあストライク、ボールがね、すごく分かりやすくボールやったら、ボールストライクやったらストライクっていう感じになってしまってたので、まあまあ、 ゼロで抑えるかなとは思ってたんですけども、まあ残念ながら1失点。でも1失点で切れるっていうのはやっぱスワレス選手の素晴らしさですよね。まあ基本的にはやっぱり9位で押せるという部分あって最後は閉殺取れたというところはね良かったと思いますし、19セーブ目、えー、本当に素晴らしいと思います。次回も期待しております。はい、というわけで本日は6月10日、阪神 VS 日本ハムの試合について語らせていただきました。ね、えー、楽天のね、明日から始まっていきますけども、えー、先発投手がやばいというね、 ま、前々から分かってることではありますが、ね、えっと、勝てへんやんとかっていう方、ま、結構いるんですけども、僕は楽しみですね。そういう投資から売ってこそだと思ってますので、え、楽しみであります。え、ぜひとも買っていただきたいなと思っております。というわけで本日の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、あと概要欄の方に Twitter、あとインスタグラムのリンク貼ってるんで、よかったらフォローお願いします。というわけで失礼します。バイバイ。